皆さんのコメント見た感じ、センターバックは持ち運ぶ光を言われてるんですかね、そのせいで高く読みます。あ、そうなんだ。だからね、富安ぐらい頭いいとね、ギリかなってない指示されると腹立つみたいなありますよね。ちょっとね、僕は人間じゃないので今バレちゃってますけど、尻尾見え。楽しみなところで言ったらまず山根ですよね。今川崎は状態悪くなってるけど、前線の選手がボール持ってる時に内外走り分けられて、やるべき仕事をはっきり分かってて、フィジカル、守備の切り替えもしっかりやるっていう。ただ室屋も呼ばれてるんですよね、ここに。なんでこの辺を2試合しかないからどっちか見れなかったりとか。でもまあ、もしかしたら点差ついたら出たりするのかなみたいな。で、左サイドに関してもまた佐々木と同じ中山、今言ったように高い位置取るタイプじゃないっていう。でも中山の方がちょっとクロスがいいから、結局前線との組み合わせで言うと、やっぱりそういうね、長友みたいなキャラクターが欲しくなって、でもそういうので安西呼ばれないんだみたいな。怪我とかしてたらごめんね。そう、あのね、菅原はね、良くないんですよ。ごめんね、否定しちゃって。あ、これなんでかっていうと、菅原に関しては動きすぎるんです。守備の時も攻撃の時も。特に攻撃の時に、中央からのパスコースを、作れてなくて、右サイドが、ボールが循環できない構造になって、相手に左でのプレスはめられるみたいなのがあるんで、そういうのを直せる監督だったら、フィジカル的に優れたりとか、瞬間的なボールコントロール良くて、呼んで強制しようとかあるんだけど、そういう監督じゃないと、呼んだ場合に、むしろ菅原が損しますね。そう。で、まあ、あとは、センターバック多分、吉田とか、吉田富安が、怪我したら多分ここ呼ばれ、ここ使われるのって序列的には板倉になるんですかね、このメンバーだと。だ、佐々木もセンター、あ、上田か板倉で、クンデとサウル割と決まりかけね。ズマ出てっちゃうんだっていうね、がっつり解説でズマあんなに使ってたのね。あれだから最終試験だったんだね、よく考えたらすごくね。だってまさかね、プレシーズンであんな使ってコミュニティシールドでも使ったのにさ、